ウィガンアスレティックフットボールクラブは、イングランド北西部、マンチェスター郊外の都市ウィガンをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。2020から21シーズンは、F リーグ1に所属する。当時の買いカテゴリーに当たる3部リーグ所属のウィガン、ボロが、経営危機に陥り、前年に消滅したことに伴い、1932年に、 創立された。1978年にプロリーグに昇格。マンチェスターユナイテッドやマンチェスターシティ、ボルトンワンダラーズと同じ地域でありながら、ウィガンだけは元来ラグビーの強い土地柄であり、サッカーはトップリーグに縁がなく、地元のラグビーリーグチームであるウィガンウォリアーズの成功とは対照的に影の薄いチームであった。非常に貧乏なクラブで、 当時所属していた三部の中でも見劣りしていた。JJB スタジアム1995年2月、デイブ・ウィーランがオーナーに就任。この人物はイギリス全土に展開する大型スポーツ用品店チェーン JJB の創業者で JJB を売却後、現在は DW スポーツという用品店チェーンを経営しており、その資産は500億を超えるとも言われる。 1996から97シーズンに、ディビジョン3で1位となり、ディビジョンに昇格を決めたが、翌シーズン以降もそれほど成績はパッとせず、注意を維持するだけであった。2001年、新築の JJB スタジアムに移転。ポール・ジュエルが監督に就任してから、ウィガンは本気でプレミアリーグへの昇格を目指すこととなる。潤沢な資金力で、 急速にチーム力を上げ、2002から03シーズンにはチャンピオンシップに昇格。2004から05シーズンには同ディビジョンで2位となり、2005から06シーズンにクラブ初のプレミアリーグ昇格を果たした。ウィガンはイングランドの最上位リーグから一度も降格したことのない唯一のクラブであった。その急速な躍進は、 同時期に巨大資産を持つオーナーが就任したチェルシーに、例えられ、チャンピオンシップリーグのチェルシーともや揄された。プレミアリーグ昇格後も、積極的に補強を行い、現代の昇格チームとしては、異例とも言える10位でシーズンを終え、大躍進の一年となった。2006から07シーズンは終始残留争いを、強いられるも、最終節で勝利し、2年連続の残留を決めた。 ウィガン役進の功労者ジェルはシーズン終了後に辞任し、後任にはコーチを務めていたクリス・ハッチングスが昇格したがわずか6ヶ月で解任11月にバーミンガムシティからスティーブ・ブルースを引き抜いた。ホームスタジアムである DW スタジアムはラグビーリーグチームのウィガン・ウォリアーズも使用している。前日の通り、ウィガンは古くからラグビーの街であり、 ウィガン・ウォーリアーズは、これまで数々のタイトルを獲得している強豪である。2012から13シーズン、FA カップで快進撃を見せ、決勝でマンチェスター・シティを破り初優勝を成し遂げる。しかしリーグでは、不振が続き、第37節でアーセナルに1から4で敗れ、8期連続で守ってきた、プレミアリーグからの降格が決定した。2013年6月5日、 ロベルト・マルティネス監督はクラブを去り、4年契約でエバートンの監督に就任した。2013から14シーズンはチャンピオンシップで5位となり昇格プレイオフ出場権を得たが、準決勝でクイーンズ・パーク・レンジャーズに敗れた。2014から15シーズンはウーベリスラーが2014年11月13日に解任され、後任にはマーキー・マッカイが就任した。 2015年3月3日、ウィーランが会長を辞任し、孫のデビッド・シャープが会長を引き継いだ。2015年4月6日に、ホームでダービーカウンティに0から2で敗れて残留権との勝ち点差が8となり、シーズン残り5試合を残してマッカイは解任され、後任には元キャプテンのガリー・コールドウェルが就任したものの、4月28日、21位の ロザラムユナイテッドがレディング2-2-1で勝利したため、シーズン残り1試合を残して、リーグ1への降格が決定した。2017年6月、ポーツマスをリーグに優勝に導いたポール・クックが監督に就任した。2017から18シーズン終了後、香港に拠点を置く、インターナショナルエンターテイメントコーポレーションが2200万ポンドで、クラブを買収した。 2020年7月、破産を申請。ペナルティとして、勝ち点12が剥奪され、24チーム中23位となり、リーグ1降格が決まった。1試合最多観客動員数、1試合最多得点勝利試合、1試合最多失点敗戦試合なし、カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。ありがとうございます。